하나님의 자녀. 유치부 랩런트 여러분들 우리 힘차게 인사해봅시다. 하나 둘 셋 하면 안녕하세요 하고 인사하는 거예요. 준비됐나요? 하나 둘 셋 안녕하세요. 이야, 랩런트 여러분 목소리 들으니까 오늘 예배드리는 거를 엄청 엄청 기대하고 두근두근 설레는 마음으로 온 것 같아요. 자, 그러면 선생님, 저는요 하나님 말씀 들을 생각에 가슴이 두근두근 거렸어요. 설레는 마음으로 왔어요 하는 5살, 자리에서 일어나 보세요. 선생님, 저는 멋진 5살입니다. 일어나 보세요. 저기 있는 5살 친구도 일어나세요. 다음은 선생님, 저는 두근두근 설레는 마음 가지고 온 6살입니다. 6살 일어나 보세요. 봅시다. 6살 친구들, 우와. 자, 다음 선생님, 저는 유치부의 가장 큰 형님 영적 서밋 랩런트입니다. 7살 다 일어나세요. 다 일어나세요. 안 일어난 친구는 5살, 6살, 7살 아닌가요? 어서 일어나세요. 일어나서 우리 하나님 시간 속으로 고! 찬양합시다. 우리 설레는 마음으로 하나님을 찬양합시다. 나는 언약잡을 하나님 자녀예요. 나는 영원한 보좌의 플랫폼. 야호! 오늘도 내일도 영원히 쉬지 않고 하나님 시간 속으로 꺾어. 전 세계에 하나님 떠나서 아무도 못 고치는 병든 사람을 살릴 렘넌트입니다. 우리 내가 누군지 기억하며 찬양해요. 나는 언약 잡은 하나님 자녀예요. 나는 영원한 보좌의 플랫폼. 야호! 의사입니다. 우리 나는 작고 어리지만 찬양합시다.
나는 작고 어리지만 나는 작고 어리지만 하나님이 부르신 일꾼 나는 작고 어리지만 하나님이 선택했어요 나는 작고 어리지만 하나님의 언약 붙잡고 나는 작고 어리지만 요셉처럼 꿈을 꿀래요 나는 영적 파수꾼 영적 의사 예 나는 영적 대사 예스 저는 모든 사람 살릴 영적 의사입니다 생각하며 찬양해요 나는 작고 어리지만 하나님이 부르신 일꾼 나는 작고 어리지만 하나님이 선택해서 파수꾼 나는 영적 파수꾼 야호 나는 영적 의사 예 나는 영적 대사 예스 잘했습니다 모두 자리에 앉으세요 이 시간은요 하나님께요 기도할 거예요 기도할 때는요 한 가지만 하는 거예요 하나님께 내 생각 마음을 모아서 하나님께만 집중합니다 이 시간 오늘은 6살 박하늘 렘넌트의 어머님이 나오셔서 예배를 위해 기도해 주시겠습니다 기도하겠습니다. 성삼위 하나님 감사합니다. 오늘 복음의 언약 들을 수 있는 이 자리에 우리 렘넌트들 부모님 선생님들 나올 수 있도록 인도하여 주셔서 감사합니다. 지금 예배드리는 이 시간 우리 렘넌트들의 마음에 복음이 각인되고 언약이 각인되고 말씀이 각인되는 시간 되게 하여 주시고 기도의 망대가 세워지는 시간 되게 하여 주세요. 하나님 아버지 우리 렘넌트들의 중요한 유치부 시절이 언약의 말씀 속에서 복음의 시간표 속에서 성장하고 그리스도 주신 이정표 따라감으로 이들의 운명이 뒤바뀌는 여정이 될 수 있도록 영으로 함께하여 주시고 하나님의 비밀을 발견하며 성장할 수 있도록 렘넌트들의 마음을 항상 인도하여 주세요. 항상 언약의 말씀 준비해 주시는 목사님, 유치부 선생님들께도 큰 힘 주시고 더 큰 축복으로 함께하여 주시고 인도해 주세요. 이 자리에 나온 렘넌트들의 가정에도 영상으로 예배드리고 있는 전 세계의 모든 렘넌트들의 가정에도 큰 축복으로 함께해 주세요. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 題名を一緒に読んでみたいと思います。赤い紐を結びなさい。せーの。赤い紐を結びなさい。
御言葉がモーセがイスラエルの民を引き連れてカナンの道に行きました。しかしモーセは年齢がたくさんあっておじいさんになって死にました。そしてモーセの次の人々が出てきましたが、それがヨシュアとカレブです。行ってみましょうか、一緒に。ヨシュア、カレブ、名前が同じ名前のレムナントがいますね。しかし人々が長い日が経ったので忘れてしまったのです。昔このエジプトから出た時があったな。そして荒野が分かれて、しかし長い年月が経ったのでこれを見た人がいないわけです。10の災いを解決してエジプトから出たその話を忘れかけていた時です。しかし約束のカナンの地に向かう時に、私たちが生きながら神様のこの奇跡、力を忘れているように感じた時、神様がこのような出来事を起こされました。向かっている時に大きなエリコ城という城が道を阻みました。あ、このエリコ城、どうやってこれを通ればいいんだ、こんなに高い城をどうやって滅ぼせばいいのか、どうすればいいだろう。昔モーセが神様の力を持ってアラノを、紅海を分けた、その奇跡も忘れてしまったんです。しかしこのエリコ城に入っていきます。この面白いお話はどこに書いてありますか？この話は聖書に書いてありますよ。一緒に行ってみましょう。神様の御言葉、聖書。この聖書がどれほど面白いのか。今日この面白い聖書の話が今日も皆さんを待っています。みんなで1、2、3って一緒に話したら、この聖書の話に入ってきますよ。せーの、1、2、3。イスラエルの民たちが神様の御言葉通りにイエス・キリストが示された土地、カナンの地に向かっていました。しかしその道を塞いでいる城がありました。その城の名前は何でしたか？そうです、エリコ城でした。この城にヨシアは2人の偵察兵を送りました。おいおいおい、なんか変だな。どうしたんだ？誰もいないじゃないか。
なんでこんなに静かなんだろうか。他の人たちはどこに行ったんだろうか。この音はエリコの兵隊たちが来る音ではないか。わあ、どうしよう、これから。あの、おじさんたち？ん？どこから聞こえた声かな？おじさん、こっちですよ。こっちこっち。あ、あそこ、あの窓だ。でも、あなたは誰ですか？おじさんたち、今、そんなこと聞くようなタイミングじゃないです。エリコの軍人たちが来る前に、早く隠れないといけません。あ、そうだ。でも、どこに隠ればいいんだ。隠れる場所がない。そこのおじさんたち、こっちこっち。私たちの家に入ってきてください。じゃあ、あなたの部屋に入っても大丈夫ですか？もちろんです。早く、早く入ってきてください。ここにいらっしゃるんでしょうか。すいません、おばさん、おばさん、ん？返事がないな。おいおい、おばさんっていうのはちょっと、お姉さん呼んでみなさいよ。ん？すいません。お姉さん。きれいなお姉さん。そうです、そうです。おばさんではなくて、綺麗なお姉さん。私の名前はラハブ。ラハブと言います。私の名前はなんて？おじさんたち？はい。これ食べてください。たくさん食べてください。
私はエリコの王が送った軍人だ。兵隊だ。早く扉を開けなさい。あ、エリコの軍人たちが私たちを捕まえようときました。何の心配もせずに、早くここに隠れてください。ここにイスラエルの偵察兵たちが入ってきたという噂を聞いた。早くその者たちを連れ出してきなさい。ああ、そうです、そうです。さっきイスラエルの偵察兵たちがここに来てました、来てました。そうだよな。でも彼らはどこにいるんだ？今、今さっきまでここにいたんです。でも、あっちあっち、あっちの方に、今さっき走ってったんです。今、早く追いかけていけば、その人たちを捕まえられるかもしれません。なんだって？どこだ？いやいや、あそこです。あっちの方です。あっちの方に行きました。あ、もう大丈夫です。軍人たちは行きました。本当に。ありがとうございます。本当にありがとうございます。でも、あなたたち、あなたたちは、ここのエリコの人たちではないですよね。あなたたち、イスラエルの人たち、そうですよね。私の言葉をよく聞いてください。ここエリコの人たちはすでにイスラエルのあなた方に対しての噂をみんな聞きました。主なる神様がエジプトに起こされた銃の災い、その話を、そして羊の血を塗ったその日、エジプトから抜け出されたその話、そしてその大きな大きな後悔を渡ってきた話、ここにいるエリコの者たちはこの噂を全員聞きました。そして皆さんがこのエリコに来たというその噂も聞きました。だから今ここにいるエリコの人たちはみんな恐れておののいています。私は信じます。主なる神様が上にも天でも神であり
この地でも神であられます。私があなた方を隠してあげたので、このエリコにもう一度入ってくるとき、私とお父さん、お母さん、兄弟たちを覚えて、必ず生かしてくださると主の前で約束してください。その通りだ。私たちがそのイスラエルの人々だ。主なる神様がこの地を私たちに与えられたので、私たちはこの地を攻め入るとき、あなたとあなたの家族たちを生かしてあげよう。では、口だけじゃなくて、私にその証拠を与えてください。この赤い紐を窓に結んで、あなたとあなたの家族をこの家に集めなさい。そして私たちがこの地に攻め入った時に、絶対に家の外に出てはいけない。わかりました。あなたたちの言葉通りにします。偵察兵たちはラハブの家から出て、ヨシュアに、ヨシュアの元に戻っていきました。そして偵察兵たちはラハブに聞いたすべての話をヨシュアとカレブに伝えました。その数日後、イスラエルの人々はこのエリコを攻め入りました。命の赤い紐となられたイエス様を褒めたたえます。私たちを救われたイエス様に、みんなで立ち上がって賛美を捧げましょう。
ではさっき見ましたね。偵察兵2人を送りました。偵察兵が何かというと、先に行って見るスパイのことです。先に来てこのエリコの街をこうどうやって攻めようか、こうやって見に来たんです。その後誰の家に行きましたか？ラハブですね。ラハブの家に行きました。そしてラハブが隠してあげました。しかしこのラハブがエリコに対する話を全部教えてくれましたね。ここにあなた方イスラエルの人々が来る話を全部聞きました。あのすごいエジプトから銃の災いを全て過ぎてこの地に来たと。ナイル川が血に変わったり、カエルがたくさん、イナゴがたくさん来て人々がたくさん死んで、そのイスラエルの人々がこのエリコの地に来るって聞いて、もう恐れているんです。そういう話をたくさんしてくれましたね。そして恐れて震えている話をしました。その時に誰が探しに来ましたか？門を開けなさい。あなた方、ここに偵察兵2人が隠れていることを知っているよ。だから早く来なさいって言った時に、聖書にはこう書いてあります。屋上に2人を隠して天の布で隠してあげたと書いてあります。そしてそのイスラエルの偵察兵どこにいるんだ、そういうふうに聞きに来ましたね。そしてラハブが何て言いました？今さっきここにいたんですけど、すぐさっきまた出て行ったので、今追いかければ追いつけますよ、そういうふうに伝えたわけです。そしてこの偵察兵たちは生かされたわけです。でもあなた方はこのエリコを征服しようと準備している、そんな怖い人たちが入ってくるっていうのを知っているんです。だから私と私のお父さんお母さん家族みんな生かしてください、そういうふうに言ったんですね。そしたら何をあげましたか？赤い紐をあげながら、これを結びなさい、これをあなたの家の窓に結べば、エリコを攻めて入るときに、あの赤い紐の家は攻撃するな、そう伝えとくから。そしてあなたとあなたのお父さんお母さん家族みんな家の中に集めて絶対に外に出るなと言いました。そうですね、それでさっき見ましたね。さっき赤い紐をどうしましたか？窓から結んでおいたんです。そうしたらイスラエルの民族たちが征服するために攻めてきたとき、この家は攻撃すべきでしょうか？攻撃しちゃダメですよね。今日覚えておかなければならないです。この赤い紐となられたイエス様。一緒に言いますよ。イエス・キリスト。ご両親はレムノットたちに刻印してください。必ずです。この時代の災いと呪いが来るとき、何を現場で握れば生きるのか。赤い紐を結んだときに生かされたように、イエス・キリストを握るときに生かされるんだ。だからイエスがキリストなんだと。皆さん、両手を開けてこの時間一緒に告白しますよ。刻印する時間です。私は救われた。神様の子供だ。もう一台、もう一回、皆さんの声で告白してみますよ。私は神様の子供だ。じゃあ手を下ろしてください。今日見ましたね。赤い紐を窓から下ろしたとき、この赤い紐を見たとき攻撃しない、生かされたと言われたとき、イエス・キリストがこの世界に一番必要なんです。イエス・キリストなしでは滅びていきます。ヨハネの14章6節に、神はこの世をこれほどまでに愛されて、一人子を送られた。その名を信じる者は、神の子供となり救われると。そして、罪と死の摂理から、
祈った御霊の摂理に変わったと約束されました。この約束をレムネントの皆さんは必ず握る時間になることを信じます。では今日は1時から金土日キャンプをやりますね。なのでレムナントの皆さん、金土日学校1時に集まる時間ですよ。それではこの時間、神様の時間へ午後を賛美しながら準備した捧げ物を神様に捧げます。賛美しながら神様に献金を捧げましょう。시간
今週やるサミットタイム一緒に確認しますよ。この女性誰でしたか？誰でしたか？ラハブでしたね。ラハブが手に持っているこれ何ですか？赤い紐です。御言葉よく聞いてた人はわかるはずです。この赤い紐は何ですか？イエス・キリストです。今週はこのイエス・キリストを記憶するミッションをしますよ。私たちもこの赤い紐を作って結んでみます。このサミットタイム作品を作って写真送ってくださいね。そしてこれを見てください。これはどこでしょうか？私たちの教会ですね。この木の場所どこかわかりますか？私たちのレムナントであればどこかわかると思います。しかしここ、とても危ないです。私は猿みたいに滑らないんで大丈夫ですっていうレムナントもいると思いますが、ここすごい滑って危ないので、一人で入ってって滑ったら大きく怪我するので、幼稚部の皆さんは呼ばないでくださいね。もしもここ入っている年上のお兄さんお姉さんたち見たら伝えてあげてくださいね。ダメだよ、危ないよって。では牧師先生出てこられて、献金のりおよび祝祷で終わります。先ほど話しましたね。今とても危なくて怪我するレムナントたちも多いので、ご両親は気をつけて注意してあげてくださいね。ではお祈りします。父なる神様、赤い紐の契約となられたイエス・キリストを握り、現場を生かすすべてのレムナントとなれるように、このために貴重なレムナントたちに確実な福音を刻印する両親教師となるように、イエス・キリストの恵みと父なる神の大きなる愛と聖霊の働きが、幼い頃から現職の福音が刻印され、私たちの根本が変わり、暗闇の深いこの時代を生かすすべてのレムナントと、このために契約を伝える両親と教師の上に、今からとこしえに共にあらんことを。アーメン。